西成以外大阪の治安はいいの？いやっていうかなんなら西成も別に治安悪くないっす今や。なんなら東成区の方が柄悪いっすね。もう西成は観光地化してます。ただの路上で生じさせてるじいちゃん見られへんのか。もう浄化作戦で浄化されていなくなりました。青空で生じさせてるじいちゃんは東成区住みやけど治安悪くないで。マジ？ドグラさん西成の10円の話知ってます？綺麗な10円20円で売ってる話じゃないですか。あ、西成あの青空市場あるんですけど綺麗な10円20円で売ってるらしいっすよ。やばない？感覚バグってないか。いや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 全然柄悪くないよ。っていうか心斎橋の方が柄悪いっす。繁華街が柄悪いんすよ。繁華街が夜の西成と夜の添右衛門町やったら僕夜の添右衛門町の方が全然行きたくないっすよ。さすがに海外のヤバいところよりはマシだよね。海外に比べたら日本の治安神っすよ。基本夜出ない方がいいっすもん。バーミンガムかな、イギリスの中でも治安いい方って言われてたバーミンガムっていうところを夜僕と合一でちょコンビニ行こうぜっつってなんか飲み物買いに行ったんですよ。で1分ぐらい歩くコンビニやったんですけど着くじゃないですか。まずコンビニの夜あの鉄格子なんですよ扉が。でカウンターに人が立ってて Excuse me って言って何が欲しいかを言うんですよ。それで鉄格子越しにこう金とそのジュース渡し合うんですよ。マジでってなってやばいな、え治安悪いんかなここみたいな言いながら歩いてホテルまで帰ろうとしたらなんかあのバイオ4の村人みたいな動きしたやつがなんかこっちに向かってなんかこうやって近づいてきて結構早く俺らダッシュで逃げましたからね。なんかマジあるあるあるみたいな言いながらなんか走ってきたんですよ。ボロ布着たよくわからんやつがおっぱいのペラペラソースみたいな言いながら走って逃げた。治安いいって言われてるところでそんなんすからね。日本でそんなんないやろ。もうだから海外に比べたら日本の治安50丸。自ら繁華街行ってそこら辺のヤバそうなやつにメンチ切ったりしなければ大丈夫です。それとか昔友達がゲーマーの先輩の人がなんか獣フレンズの聖地巡礼したいとか言ってどこやったっけな、アフリカシティかなんかどっか行ったんですよ。でまあガイドの人に夜観光したいんやけど行けるって聞いて、ああ大丈夫だよ観光全然大丈夫だよって言われて、ああじゃあ夜観光しようと思ったらしいんですよ。んだら夜にえじゃあ観光行こうやって言ったら、あじゃあ乗りなよって言って車乗って車でブーンって走って、ここが何々ここが何々ここが何々みたいな感じで車でずっと走ってたらしいんですよ。車でずっと走ってたら降りようとしないんですよ。観光行くっつったのに車から降りる気配がなくて、その先輩その人があの車から降りて観光したいんやけどって言ったら、何を言ってるんだ死にたいのかって言われたらしいんですよ。ってなったらしい。海外行くとやっぱね、日本の常識は海外の非常識なんだなって分かりますね。あそう、自販機があるだけで治安マックスらしいですからね。海外やったらもうあんなんお金いかれまくるらしいですよ。あそうそう、ニューヨークもあのニューヨークのそのウォール街だ、もう一番都心のところらへん行った時に大通りから一本脇道にそれって入ったらあかんでって言われたもん。めっちゃ危ないからって。ちょっと住んでたけどほんま、いやそうそうそう言われました地元の人に。だから海外そんなんすよ。あとこれも多分配信で言ったことあるけどめっちゃ怖かったんが、ドラゴンボールの世界大会あのロスであったんすよ。それがロスでもまあまあ治安良くないとこやったらしくて、大会会場から2キロ歩いたらスキッドローっていうアメリカ最強クラスのスラムがあるとこやったんですよ。まあ実際街歩いてても不老者めっちゃ多いし結構エグいなって思ってたんですよ。で
大会終わって日本人10人ぐらいで腹減ったし、まあみんなでシーメイでも食いますかって言ってホテルまで帰る途中にケンタッキーやったんですよ。だからケンタッキーその店があのどういう構造かって言ったらなんかこんな感じ、こんな感じでこの腕のとこから入ってこう進んで、でここがカウンターでここで注文してここら辺に椅子があって食べて、で終わったらこっちから出ていくみたいな、だからこんな感じのお店やったんですよ。通路カウンター通路みたいな感じなんですよ。あ、そうそう、一方通行の店、そうそう、そんな感じ、そんな感じ。こう入ってで、カウンターで注文するじゃないですか。カウンターで注文したら警官の人も入ってきたんですよ。警察官2人ぐらい入ってきて、まあ僕ら注文しててで警察官の人も隣で注文しててでなった時にこっち側の入り口からマスクしたやつらが4人ぐらいこう入ってきて、警官見て何も注文せんとこう出て行ったんですよ。めちゃめちゃやばいなこれって思ったっていうのがドラゴンボールの世界大会の時あった。あれ一番危なかったかもな、もしかしたら。これおまわりさんいなかったら終わってた可能性あるよなって思ったもん。まあだからその職業的に海外行かなしゃあなかったから、まあいろんな海外経験しましたけど、もう治安の面ではもうやっぱり日本には絶対かなわないで。台湾とかって安全な？台湾全然安全。あ、台北はね、北の方ね、台北は夜全然出歩けた。あ、あとね、香港も治安良かった。香港も夜全然出歩けた。多分やけど香港も治安いいんじゃないかな。あ、シンガポールも治安いい。シンガポールも夜出歩ける。でタイも夜出歩けた。アジアはやっぱ結構マシなんじゃないかな。で、今までで一番やばかったのはドミニカっすね。ドミニカは昼出歩けなかった。いつ出歩ける？現地の人がいないと無理。もうアジア人が超珍しいんですよ。だからもう空港着いた時点でガン見された。ドミニカは、ドミニカしかも着いたん僕ら夜やったんですよ。夜やったんですけど、メナがわざわざ夜は危ないかもしれないから車で迎えに行ってあげるよって言って、メナとそのメナの友達が空港まで来てホテルまで送ってくれたんですよ、車で。あれほんまに助かった。すごい感謝ですわ。あれは、あれなかったらタクシーとか多分きついと思うもん、あれ。あとはタクシー代の詐欺やったら中国であった。中国で空港着いてなんかタクシーの運転手もう外に立ってスーツ着て変なネームプレートついて、私はタクシードライバーですみたいなつけてる、ちょっと日本語喋れるやつがいるんですよ。あ、もう安心してよ、絶対ボラないからって言ってきて、あ、じゃあもう別にもうこれでいいやと思って乗ったら、普通の料金が何件か忘れたけど 2.5 倍ぐらいしたんですよ。すでに 2.5 倍ぐらいして、あ、これボラれたなって思ったんですけど、道がめっちゃ混んでて、多分30分で行くところ2時間ぐらいかかったんですよ。で、ほんだらそのどんどん時間が加算でいって、多分正規の値段にどんどん近づいていったんですよ。普通のタクシーでも多分めっちゃ高かったなっていう。ほんで降りるときなんか全然適正価格よりちょっと高いかもなぐらいに落ち着いて、タクシーから降りるときにそのタクシーの運転手がほんまにこんぐらいの値段やからマジでみたいな感じで結構切れながら言ってきてなんやねんこいつってなった。だいぶうんざりしながら、いや、あのマジでこんぐらいの値段やから半切れで言ってきて、なんやねんこいつってなったいや、あれ意味不明やったな。おもろかったけど。